私が最強でしょうくらいの気持ちで入れましたね。昨日が成人式だったということですが、成人もした人がいると聞いておりますけども。誰？あら私と私とあれ私もです。おめでとうございます。おめでとうございます。北海道に、帰って成人式に出席してきたんですけど、やっぱりジョイフルエリさんの振り袖を着ているだけあって、なんか鎧を着たつもりになってるので私が最強でしょうくらいの気持ちで入れましたね。私もちょっとずっと出るか迷ってたんですけど、成人式。そうなんだ。はい、もう11月ぐらいに決めて出てきまして、この1年間いっぱいいろんな振り袖着たけど、なんかやっぱり成人式ってなるとなんかめっちゃ緊張しちゃって、振り袖着るのも特別な日になりました。地元の味を忘れないぞっていう、はぁ、はい、あの日20歳までに地元の味を忘れず、あのお母さんに送ってもらおうと思います。わたげちゃん笑いすぎです。いきますね。はい、3LDK 駅地下地区朝です。やっぱりこう衣装部屋とか、あ、キングサイズのベッドを置ける、まあ、寝室だとかがあると。結婚しようとしてる。JK 卒業してからなんか還暦みたいなのができちゃってるのかなって思って早いよ、まあ、貫禄がね。フレッドデビーンズもこの2期目になってちょっと貫禄が出てきちゃうかなと思って、やっぱ初心を忘れず若さを吸収しつつ、私も青よくばキラキラ時期になろうかなっていう。2022年19歳の年はもう10代ラストっていうのがあって、なんか自分が今後どういう道に進んでいくかをこう見極める年だったんですよ。待ってしまってたことが多かったなって思ったので、もう今年は20歳になるということで、もう自分から積極的に動いて何事にも挑戦してっていう意味での動くにしました。あと運を動かしていきたいなっていうのもありまして、じゃん、あ、やばい、口を直す。拍手。拍手。ありがとうございます。自分ごめんね、言わせちゃって拍手。ごめんなさいね。はい、あの私すごい早口っていうのがあって、うう早口で何言ってるかわからないみたいな、よくスタッフさんに言ってもらうことがあって、早口を直すです。私のインスタを見ていただくとすっごい緑だと思うんですよ、うん、で、その緑が結構明るめの緑なんですね、うん、大人っぽい身という名を出していかないといけないなっていうふうに思っているので、深緑で大人っぽい身という名を今年は皆様にお届けできたらいいなと思っております。